おお。くそ笑った。だや、マジか。もう一人おるやんけ。なんや、不動明けはどないやってんの。こっち向いてるやんけ、ほんま。どういうこっちゃかだこっちゃ、ほんま。初めてお前の顔見たわ、ほんま。うん、まあ、元気そうで何よりや、ほんま。よっしゃ。で、あとは、他の連中はどうなってんねやろな。見てくるかい。早速と無足よ。おお、おお、健在やな。よかったよかった。よっしゃ、一人ずつ見ていくか。まずはビルじゃ。うん、元気そうや。次はジャックじゃ。お、オッケー牧場やな。次はジェフや。こいつも元気そうや。よっしゃ、次はスティーブか。お前、去年のドタマは、おぉ、バッチリまっこりいってるわ。うん。ちょっと前の方またちょっと空いてきたな。うん、また来年埋めたら。よっしゃ、次は新人 C やな。お。お、なんかだいぶ、一年でだいぶベッカムヘアが、ちょっと、ハゲてきたな。うん。よっしゃ。マイケルだいぶ遠くなったな。よっしゃ。もっとこっち寄せて。じゃあ次は新人 A か。うん、相変わらずのツートンカラーや。よっしゃ、次はスコットや。うん、オスオラスコット。次はエリック。うん。あ、こいつが一番変わらんかな、去年と。なかなかやるやん、いけ。次はヘンリー。うん。あ、ヘンリーもドタマやばいな、これ。これはちょっと、来年埋めたらあかんわ。よ、次はトムか。うん、お、あ、去年の赤い糸がちょっとだけ残ってんのか。うん、また後で貼ったらなあかんわい。あ、お前もか。お前も来年埋めたら。よっしゃ、次はジョン・ジュニア。何やこれ。なんかお前、虫の卵やんけ。マジっすか。
まあ虫の卵は取ったらかわいそうやからこのままにしとくか。次はダミアンか。ダミアン相変わらずやな。これあダミアンもドタマやばいんちゃうか。やべえよ。でもなダミアンはあんま触られへんからな、どうしようかな。まあほっとくか。よっしゃ、次はジョンや。ああ相変わらずの訓録やのジョンよ。様になるわい。あれ新人 B がおらんやんけ、どうなってんねんこれ。クソ笑った、こんなとこ降りよる。あどうしようかなこれ。なんとか降りて取るか。いけるかな。まあやってみるか。よっしゃ、んじゃ新人 B 今助けたるからな。しっかりまっこりもう落ちひんようにつけたるからな。よっしゃこれでやろう。次お前らに取れた赤い糸をまた結び直しとったら、まずはヘンリーからじゃ。次はトムじゃ。よっしゃこれでバッチグーじゃ。いやまた来年になったら切れてるかもしれんから、ちょっと本物の雲でも用意するか。どっかおるやろ、探したらよ。黄金雲がおったわい。こいつでええやろ。こいつをセットしとったらええんだよ。トムのドタマにこの雲を乗せとったら、この赤い糸を土台にしてそのうち巣張るやろ。その作戦じゃい。よっしゃこれでほっとったら、あとはこの雲が巣を張るんだよ。これでよし。来年が楽しみじゃい。あとは新人 C を角に場所移動させたら、とりあえずこっち方面の仕事は終わりじゃい。よっしゃこれでバッチグーじゃ。んじゃあ次はいよいよあいつんとこに行ってくるか。
こいつのとこによ。とうとう来たぞ。お前か、気配の主は。徹底的に調べ上げて、お前が何者か、しっかりまっこり見極めたら、覚悟しとけよ。今からしっかりまっこり調べ上げたら、まずはぐるっと外周じゃ。わやべ、お前もドタマえらいことになってんな。これはお前も埋めたらなあかんわい。一番ひでえでこれ。うん、よっしゃ、ツタマミレか。とりあえずお前の名前はツタヤじゃ。とりあえず体重でも測っとくか。体重は他のやつらと大体一緒やな。よっしゃ、次はヘッド周りじゃ。55センチ。ヘッド周りもあいつらと一緒じゃい。最後に健康診断じゃい。お前はヘッド周りも体重もわけわかめな心音も全部あいつらと共通してるわい。つうことはお前もあいつらの仲間っつうこっちゃわい。どうしようかな。あいつらんとこに持っていってもええねんけど、どうしようかな。まあ不動明の剣もあることやし、お前もここにおっとくか。それがええやろ。よっしゃ、ほんじゃいつもの定位置に戻したら、それでいつも通りこっからあいつらのことを見とけや。だや、マジか。もう一人おるやんけ。しかもこれかなりドタマやばそうやな。やべえですわ。前はこいつは来年や。また来年なんとかしたら、それまで待っとけや。まったくここはドタマのやべえやつばっかりじゃわい。どうなっとんじゃ。早速とんそく雲が巣張り出しよったわい。これで安心して帰れるっちゅうもんじゃい。よっしゃ、じゃ帰るか。また来年会おうぜ。元気にしとけよ。おめえよ。